象というやりか、ドラフトの投資を進めば、2号艇の丸本安田文社1は3着2本と、社長で高くまとめていきました。ドラフトに続くのが3号艇ではなく、市場から何とか流れを変えたい一戦、この外に続くのは4号艇、地元の柴田コースというふうになります。もっか連勝と一挙一致分、パワーは抜群です、4号艇の柴田。この外については5号艇の山口達也。こちらもここまで流れは良好。今度は07、今日出る感じでは今度は00。序盤戦から勝負の今日、全国に集まっていますから、5号艇の山口達也。この外に回っては1号艇の横浜が投手。スロープに3艇、そしてダッシュに3艇と分かれました。角、虎が4号艇の柴田浩二、目指すはもちろん3連勝。一方、インに変えたら衣装で2分中心に寄せられました、早原由紀です。内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1、4、1、先頭1番の早川。